ラミロ三世は、レオン王。父である、サンチョ一世の暗殺後、王国の摂政に就いたのは二人の女性だった。一人は、おば、エルビラ・ラミレス。もう一人は、ラミロ三世の実母で、夫の死後修道女となったテレサ・アンスレスであった。ラミロ三世が王位に就いた時はわずか5歳だった。王として、カリフ・ハカム二世との和平を批准し、 ガリシア貴族路線道副官に命じて968年に、ガリシアに上陸したバイキングを破った。975年、サラセン人の援軍が到着する前に、彼は、サンエステバンデ・ゴルマスの城の方囲を解かねばならなかった。レオン、ナバラ、カスティーリャ軍の撤退による大敗は、エルビラ・ラミレスの摂政維持人、テレサ・アンスレスのみが摂政となるという政治的危機を招いた。 976年、ハカム2世が死去し、わずか11歳のヒシャーム2世が即位した。新たに、アルマンソウルが最小となった。970年代後半から980年代前半、アルマンソウルは、レオン王国への襲撃を第一に言っていた。サモーラ、ルエダ、アティエンサ、セプルヘダがイスラム教徒の手に落ちた。レオン王に対しがリシア貴族と、 ポルトガル貴族からの不満が生まれた。三朝一世、ラミロ三世の時代を通じて、時が経っても、貴族の不満が解消されることはなかった。困難で連続して起こるイスラム教徒との戦いの敗北は、貴族の不満を増加させた。ついに、これら貴族は、ラミロ三世に反乱を起こし、981年に、ベルムード・ウルドニエスが、ベルムード二世として王位についた。 ベルムードは、オルドーニョ3世の子で、ラミロ3世とは、いとこ同士だった。982年の春から夏にかけて、ベルムードの支持者らは、ガリシアを支柱に置いていた。そして彼は10月15日、サンティアゴでコンポステーラで退官した。レオン王国は2つに分裂した。レオン王国とカスティーリャは、ラミロ3世に忠実であった。ガリシアとポルトガルは、 ベルムードの味方だった。983年初頭、ラミロ3世イ軍はガリシア、アンタスデウラ近郊で、ベルムード軍と対決した。結果は不明であり、ベルムードはガリシアに残り、ラミロ3世異はレオン王国において、国土をイスラム教徒の攻撃から守ることに焦点を置いた。984年春までには、一部のカウンティがベルムードを王として承認していた。 二人の王を掲げたまま決着はつかず、985年にラミロ三世が死んで、初めてベルムード二世が王国を単独で治めることとなった。985年、ラミロ三世はデストリアナで没し、サンミゲル修道院に埋葬された。二世紀後、フェルナンド二世はラミロ三世をアストルガ聖堂へ移送するよう命じた。 1980年、サルダーニア博の娘サンチャと結婚し、一難を設けた。ありがとうございます。